サンゴ礁,サンゴ礁サンゴ、サンゴ礁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 は、増礁サンゴの群落によって作られた地形の一つ。熱帯の外洋に面した海岸によく発達する。増礁サンゴの繁殖に適している海は、25五ッシ三30度ほどの高水温3から4%ほどの高い塩分濃度、深くても水深30メートルほどの浅くて綺麗な海域である。 赤道付近では貿易風によって西向きの暖流が発生し、高緯度地方からの寒流がその後に入り込んでいる。太平洋、インド洋、大西洋どれも西側に珊瑚礁が集中し、東側にあまり見られないのはこの理由による。また、大規模な珊瑚礁でも川口域を避ける形をとっているのが見られる。日本では南西諸島や伊豆諸島、小笠原諸島など、 南部の島諸部で珊瑚礁が見られるが、珊瑚礁は水温摂取18度ほどまで形成されるので、日本本土でも小規模なものならば、津島海峡以南と房総半島位の各地で見られる。珊瑚礁が土台になっている島は温暖化が原因ではなく、珊瑚礁地震沈下により消滅の一途をたどる。増殖サンには、緑石、農産後、 菊名詞など数百種類もあるが、これらは直径 1cm 足らずのイソギンチャクに似た小さなポリップがたくさん集まって軍隊を成したもので、様々な形のサンゴはたくさんのポリップがそれぞれの種類によって独自の骨格を形成したものである。サンゴのポリップはプランクトンを捕食するが体内に光合成を行うカ冑チを矯正させ、その栄養分をもらうこともできる。 成長したポリプは分裂して増え、海水中の二酸化炭素やカルシウムを取り込み、炭酸カルシウムを主成分とした骨格を作る。たくさんの増サンゴが生命活動を行った結果、サンゴの下には厚い石灰岩の層ができ、サンゴ自身はさらに上へ、沖へと成長する。サンゴ礁付近の砂浜は、波浪で折れたり、動物にかじられたりしたサンゴの残骸を含んで、 白っぽくなる。他にも貝類やウニ、有効虫の四角なども海岸に堆積する。このように、サンゴ礁の砂浜の砂は、その大部分が生物起源であり、多くが石灰質である。これらの石灰分が堆積し、一部が溶けて、再び固まることで、砂粒を含んだまま岩石となったものが、ビーチ録である。こうした生物と自然の営みが長い時間をかけて、 積み重なった結果、石灰岩の岩盤による広い珊瑚礁ができ、地形を変えてしまう。上空から珊瑚礁のある海域を見ると、藍色の海に珊瑚礁の浅瀬が水色やエメラルドグリーンに浮かび上がる。珊瑚礁はその形態により、大まかに巨礁、保礁、干礁の三つに分けることができる。海岸部に接して発達した珊瑚礁を巨礁という、外礁、 珊瑚礁の縁に囲まれた礁の内部は浅い礁地となり、上空から見ると水色に見える。現在の日本の珊瑚礁のほとんどが巨礁である。外礁が防波堤のように環状に島を取り囲み、礁と島の間にやや深い礁庫、礁庫、ラグーンがあるものを保礁という、中区島、トラック諸島などが例として挙げられる。保礁は中央の島を取り囲んでいるもの以外に、 大陸を取り囲んでいる者も,も言う。大陸を中心に取り囲んでいるので有名なのが、オーストラリアのグレートバリアリーフ、大保障である。章の中央に島がなく、環状の外省と証子のみがあるものを環章という。ムルロワ環章や沖ノ鳥島などが例として挙げられる。このようなサンゴの形態の違いは、島の沈降もしくは海面の上昇によると考えられている。 保障や干渉の形成過程については、巨匠を抱える島が、地殻変動や侵食により沈降し保障や干渉に変化しとする沈降説と、最終表記の海水準変動によって生じた巨匠が、海面の上昇により保障や干渉に変化したとする氷河制約説とがあり、共に一定の評価を得ている。特に沈降説は、チャールズ・ダーウィンによるもので、現在では、 プレートテクトニクスと連動している。珊瑚症が隆起や海面効果により島となる場合もある。宮古島や沖の選ぶ島などがその例で、島が全体的に平坦な形となるのが特徴である。また、北大東島と南大東島は、島の中央がへこんでおり、周囲を囲むように高い部分がある。これは隆起した干渉であると考えられている。また、 パラオなどは、サンゴ礁内に大きな鍾乳洞があるが、鍾乳洞は陸上でなければ形成されないので、かつてそこは陸上だったことになる。これは、サンゴ礁が海面の効果で海面上に現れ、侵食を受けて鍾乳洞ができ、再び海面が上昇した時に海底となったもので、現在島となっている部分は侵食されずに残った部分である。サンゴ礁を形成するのは、 必ずしも蔵殖産後だけではない。他にも石灰質の骨格を大きく発達させるものがあれば、産後礁を形成する要素となり得る。現在の産後礁では、構想類である、石灰もが優先する場所もある。また、必ずしも産後礁の形成には関わらないものの、石灰質の殻を作るため、産後礁での石灰質の蓄積に関わるものとして、二枚貝類である、社交外や、 大型の有効虫であるゼニーシやホシズナが多数生息している。ホシズナはサンゴ礁の砂浜の構成要素となり、場所によってはほとんどホシズナだけの砂浜が見つかる。化石としてもサンゴ礁の化石は、古生代以降、たびたび出現している。具体的には、増殖サンゴの化石を含む石灰岩の形をとる。現在のサンゴ礁は熱帯を中心とする。 温暖で透明度が高く、浅い海域にのみ出現する。この理由は、増サ産後が、カッチュウモという単細胞層類を強制させているからである。これは単なる偶然や栄養上の必要性だけではなく、カッチュウモの光合成があってこそ、サンゴの石灰質の骨格が、これだけの成長速度を維持できるらしいと考えられている。ちなみに、 シャコガイや星砂もカッチュウムを強制させている。このことから過去のサンゴ礁でも似たような状況があったものと考えられる。そこでサンゴ礁の化石が出た場合、その時代のその場所は熱帯か熱帯の温暖で浅い海域であったと判断することができる。このようにその化石の発見によって、その時代のその場所の環境が判断できる場合、 そのような化石を思想化石と呼んでいる。ただし、サンゴ礁の形成は、沈降説にも述べられているように、島の沈降と海洋プレートの移動が大きく関わっている。サンゴ礁の形成される海域と、化石となって出土する地点が大きく変わる可能や、他の地層の中に取り込まれて出現する可能性も考えなければならない。礁の外側は急に深くなっており、 波も高いが、外省に囲まれた省地や省庫は、外省が激しい波浪を止める天然の防波堤となる。ため、波が穏やかである。サンゴの隙間は小さな生物の隠れ場所に都合が良く、それらを捕食する大型動物も集まってくる。さらに、省地の内外には砂浜やアマモ場もできるので、 これらも含めると、サンゴ礁には実に多様な環境が作られ、多くの生物が生息することとなる。サンゴ礁は、生物多様性の観点からも重要な場所といえよう。ここでは、サンゴ礁に生息する生物のごく一部を挙げる。サンゴ礁付近の岩礁海岸や砂浜は、石灰分を多く含むので、石灰分の多い土壌に適応した、特有の植物が自生する。 総本では、イソフサギやクサとベラ、ハママンネングサなど、木元では、大浜棒や、アコウなどが挙げられる。これらの木陰には、オカヤドカリやヤシガニなどの動物が生息する。なお、岩の隙間は、海蛇類のネグラや産卵場所となる。砂浜では、ハマヒルガオや、グンバイヒルガオ、高麗芝などが自生し、植物が生えない波打ち際付近には、南砂ガニや、 ツノメガニなどの砂ガニ類が生息する。なお、砂浜はウミガメ類の産卵場所となる。波が穏やかな章の内側には多くの生物が生息する。普段は章の外側に生息する大型魚が産卵や祭事のために章の内側へ入ってくることもある。章地内の消火帯の浅いところから水深数メートル程度の ところにかけて、海藻の繁茂する藻場が各所に形成される。例えば沖縄では、海グ草や、棒マも、海勝負などの数種類の海藻が生息している。藻場は、様々な小型動物の生息場になり、魚類の稚魚の拠り所となる。さらに卵巣類が多量に生息することで、窒素固定が行われる場でもあり、産後礁の高い生産力を支えている。 外章を過ぎると水深は急に深くなる。斜面には多くのサンゴが枝を広げ、章の内側と同じように小魚もいるが、その周囲には金時台やシマアジ、クエダイ、ハタなど大型魚が見られ、オニートマケエやシュモクザメなども姿を現す。色とりどりのサンゴや生物に彩られたサンゴ礁だが、これらの生物には、 トゲや毒を持った生物や眠毛な生物も多く、中には命に関わるほどの毒を持つ者もいる。また、食用魚にも注意が必要である。フグ類の毒はよく知られているが、産後礁域に生息するバラハタやバラフェダイ、ヒラマサ、イシダイ、イシガキダイなどの大型魚は藻類に由来するシガトシンという毒を体内に蓄える。小さな個体は、危険が薄いが、 大型個体を食用にする際は注意しなければならない。サンゴ礁は極めて多様な生物が高い密度で生息している環境である。ちょっと覗いただけでも色とりどりの魚が乱舞するのが見られる。岩の上には生コ類がゴロゴロしており、またサンゴの隙間や天石の下を見ても様々な無脊椎動物を見ることができる。 このように多様な生物が高い密度で生息できる理由としていくつかの要因が考えられる。陸での乱開発等により、陸上の土壌が海に流れ込むと水が濁り、サンゴに光が当たらなくなるだけでなく、それが沈殿するとサンゴの表面に泥が溜まり、そのためにサンゴが窒息する場合もある。そのため、陸の側で貯水池を作り、 程度を沈殿させて除去する等の対策も行われている。しかし、熱帯や亜熱帯の土壌に特有のラテライト、赤土には沈殿しにくいご首小な粘土粒子が多量に含まれ、豪雨地などは容易に海へ流出する。そのため、広範囲の珊瑚礁の破壊の原因となっている。カッチウモが珊瑚から抜けてしまうと、珊瑚から色が抜け、 石灰質からなる骨格の白色ばかりが目立つようになる。これをサンゴの発火、発火現象という。発火は元に戻る場合もあるが、長く続くと、やがてサンゴのポリップも死滅してしまう。発火の現象自体は、古来から知られていたが、近年は大規模に起こる傾向がある。二0十六年度の環境省調査では、発火度がセントからントの地域も、 見られる。2018年度のサイエンス誌に掲載された論文、スペシャルテンポラルパターンズ・オブ・マスブ・レイチンフ、コールズ・イン・ザ・アンサラ・パシーンでの世界100カ所の1980年から2016年間の調査結果でも、地球温暖化によって、発火期間からの回復期間が短く回復が難しくなっている現状が報告された。また、 世界各地のサンゴ礁で鬼人でによる増サンゴの食害も問題となっている。鬼人では大型で毒のトゲが全身に生えているため駆除も難しい。鬼人での天敵は増サンゴで鬼人で浮遊養成を増サンゴポリップが食べて相互の天敵関係となる。ホラガイが鬼人での天敵であるという説があるが、ナマコやウニなども捕食するほか、一個の鬼人でを 消化するのに一週間かかると言われており、大発生した鬼人での前では、天敵となり得ない。しかもホラガイの実は美味しくて、食用利用され、貝殻も綺麗なので高価に取引され、これらがホラガイの減少を招いている事実もある。ホラガイの種病生産技術は確立していない。ダイバーにとって一種の憧れであるメガネ持ちの王、ナポレオンフィッシュは高級食材としても有名である。 これを漁獲するために、シアン化、カリウム、生産カリを使用する漁業者がおり、そのためにインドネシアなどの産後礁はボロボロになっている。ダイナマイトを使い魚を殺して浮き上がらせる漁法、ダイナマイト漁は、通常の漁法よりも漁獲量が多いために、世界各地で行われているが、産後礁をひどく破壊し、増殖産後を死滅させる恐れもる。2012年における、 産後症の状況は以下の通りである。映像でのメッセージや植え付け本数、面積などで広報しやすいことから多くの企業が環境保護活動や環境教育イベントとして産後の移植、植え付けを行っている。しかし、科学的には移植した海域の環境条件が産後の育成にとって好ましくなければ、結局その産後は死滅してしまうこと、親産後。 ドナーを損傷する恐れがあることなどから、日本産後小学会では、産後の移植を奨励していない。2004年11月、日本産後小学会は、増少産後の移植に関してのガイドラインを発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。